こんにちは、スティです。はい、どうも、バッシュです。はい、今回はですね、はい。このさ、ね、2020年の撮影ラストということでね、はい。1年間をですね、ね、ちょっと総括しようと思います。はい。ね、やっぱり2020年といえば、うん、このオリンピックイヤーでしたよね、本来。本当はね。ね、東京でね、開催されると。おもうさぞ日本は盛り上がって、ね。ね、なんか新しいね、時代が来るんじゃないのかと。ね、それがね、ところがどっこいですね、真逆でしたね。ね、恐ろしい、もう恐ろしいほどにね、そのオリンピックというイメージをかけ離れて、もう家で、ね、自粛っていうね、まあ、そういうのが特にね、目立った1年でしたよね。そうですね、まあ、現在はね、続いてるという状況ですからね。しかもまだ終わってないですし、ね、今後もどうなるのかも分かんないんで。まず印象としてはね、良くも悪くも、まあ、私もね、今年の漢字を予想をね、変更というか、変化の変にしてたんですけど、まあね、変でしたよね。もう変化の1年でしたね。まあね、さすりさんは変やからね。あ、ちゃう、ちゃう、ちゃうか。そういう変だね。いやでも、まあ、まあそれは踏まえた上でも変な1年でしたね。本当に、ね、もう何もかもが変わっていって、まあやっぱり生活もね、変わりましたよね。なんかね、もう家でね、あまりね、バーって動き回らずにね、ゆっくりするっていう意味では、まあ自分の場合はね、まあ家族とね、過ごす時間が増えたんで、まあそういう意味では、まあある種いい面もありました。うん、正直自分が働いてるスクールも2ヶ月間はね、緊急事態宣言でね、お休みになってたんで、まあ、よくもあるもんでしたけど、もう家で遊んどったもんね。まあね、もうどうしようもないですから ね、うん、ね、もうテンスクールがやってないんで。そうね、でもなかなかないですよね、この大人になって2ヶ月間ね、ね、まあでも仕事にね、うん、職場に行かないっていうのはね、そう、それはなかなかな経験でしたけどね。まあ確かに、いろいろ感じましたけどね、こういうのもありだなとかね、なんか本当にゆっくりした時間が流れたんで、本当すごかったですよ。僕はね、会社行ってました、行ってましたね、働いてました。電車が誰もや、本当に毎日ね、すごかった本当に。それを見てないんで、ね、なんかね、梅田の写真とかね、送ってくれましたけど、もう閑散です本当。だってすごかった、9割人手が減ったって言ってましたもんね。本当に今まで見たことなかったもんね、あんな、本当。だからそういう意味でも、うん、まあ、今までなかったね、状況になりましたし。すごい年やった。うん。だから多分一生忘れないでしょうね。もう、2020年でこんなことがあったっていうのがね、うん、将来ね、子供や孫とかにね、言うときに、2020年こんなことがあったんだってね。いや、これはすごいですよ、うん、本当。もう多分一生忘れない、世界的に本当に残る年ですよ、うん、ですし、しかもこれがまだ続くかもしれないっていう、終わりも見えないっていうね、状況ですから ね、うん、だって本当にね、街でかけたら全員マスクしてますもんね。いや、してなかったんだもう店入れないですもんね。もう何やねんって思われるぐらいですからね、うん、今そうなんですよ。だからもうそういう意味でもね、うん、今もうそれも変わりましたよね。私は多分花粉症とかそんなにきつくないんで、あんまりマスクするっていう習慣がなかったんですけど、今マスク当たり前ですもんね。当たり前ね。そういう意味でも変化しましたし、まあ、ただ自分の中ではその自粛期間中に、うん、オンラインサロンっていうものをね、ちょっと作り上げたっていうか、それは大きな出来事でしたね。そうですね、自分の中では本当時間ができたんで、その分そうやってね、オンラインサロンのサイトを作って、システムを作ってね、運営してるんですけど、それもすごい大きかったですね、私の中では。そうですね、本当、本当に今までとは違う、うん、その何ですかね、読者さんとの触れ合いというか、なんかね、なんか今、あ、こういう感覚ってあるんだっていうのを思いましたね。確かにね、今までって自分の考えのもとをレッスンとかで出た経験を発信してたんですけど、そうじゃなくて、このね、オンラインサロンのメンバーさんが意見を聞いて、そうです、そこから生み出していくとか、質問が出たり、あとはそのね、動画診断で出てきたお悩みをね、コンテンツ化したり、うん、なんか自分の中からっていうより外からのをね、
ちょっとコンテンツに変えていくっていうのは今までなかったのと、アスリーさんの中でもやっぱりだから情報を得れる、あ、まあまあだから勉強になってますし、うん、うん、ですし、あとはそうですね、この自分のことをもう何にしてもよく喋りましたね。その朝カフェラジオっていうのでね、もう毎朝毎朝喋ってるんですけど、はいはい、やっぱ毎朝喋るとですね、まあ、うん、ぶっちゃけネタもねなくなるじゃないですか。まあまあまあ、じゃあ結局もう自分のプライベートとかをね話すことになるんです。うん、だからもう自分のことも何でも喋っちゃおうと思って話してるんで、まあそれはもう全部ね。もう話しましたね、恥ずかしいことまでもう何もかもね、本当に。でもそんなの喋ることによって自分のことを知ってもらえるっていう意味ではね、あ、そういう一面があるんだとかでね、あ、いいことですよね。そうそうそう、なんか近づけるとか、ね、うん、親近感持てる。そうですね、うん、だからその結果はね、もうちょっとこうした方がいいですよっていう私がアドバイス受けたりとかね、なるほど、いろいろ助けてもらうようなね、あ、そういう逆現象、なるほどね、も起きたりとか、お互いね、そうなんですよ、なんか支え合ってるみたいな感じで、ね、いいじゃないですか。そうだから、そういうのも今までね、多分この自粛がなかったらね、オンラインサロンも多分やってなかったと思うんで、だとしたらね、そういう発見はなかったんで、まあそういう意味では自分もそういうところも変化できたのかなっていうのは思ってますね。おお、なるほど、うん、だからまあそういうのを踏まえてね、まあ2021年ですね、まあどうしていくのかっていうのがね、まあ、ね、課題なんですけど、ね、年明けますからね、うんうん、まあね、まあ自分としてはね一番のテーマは切り替えなんです、うん、切り替える、うん、切り替える、これが一番のテーマですね。今もテーマなんですけど、ずっと言う、ずっと言うてるような、ずっと言ってるんですけど、うん、ね、切り替えがうまくできない、できない、本当に下手くそだから、ね、オンラインサロンを行うことによって、うん、よりやる、ね、ことは増えたんですよ、やることが。そうね、だからなおさらね、この自分のスケジュールの中のやることが増えていって、本当にもうね、時間がないというか、びっくりするぐらい時間がなくなったんで、これをずっとやってたらですね、うん、やっぱりショートするわけね。ショートしますねそれのなかなか切り替え、こうオンオフが、切り替えというかね、別にだからといってですね、そんなね24時間働いてるわけじゃないんで、まあまあね、うん、だから別にそんな大変とかというよりかは切り替えができてないっていうので、ね、あの何かこう変えたいなっていうので、まず最近やってるのがお風呂真っ暗で入るあ、真っ暗にしたら、うん、なんか切り替わるなとかね、わかります電源オフもう自分の電源オフにしてみたいな。あとちょっと前言いましたけどね、新しくパソコンを買ってみてね、今まで使ってなかったらね MacBook を買ってみてね、もう頭を今までとは切り替える、ね、新鮮味を持ってね、心を入れ替えて、そうそうそう、新たな気持ちで臨むっていう、一からそのパソコンに向き合って再起動、そう、もう勉強とかねそれで地道な切り替え作業はねやってるんですけど、もうちょっとねでかい切り替えっていうのが欲しいので、うん、それってこういう細かいちっちゃいことじゃなくて、もっと大きなことをしないと切り替わらないのかなって思うんで、その辺はね2021年に一発大きいのドカンとねやって、お、うん、だから自分の人生が切り替わるような切り替えをねしたいなっていうふうに考えてるんですけどね。ああなるほどね、うん、まあ、それが何になるか分かんないですけどね、まあ、何かとりあえずやっていきたいなっていうのがあるんで、まあ、うん、そうですね、うん、まあ、新しいことね、またね、うん、挑戦して、そうですね、うん、まあ、何かね、それを届けれたらなと思いますので、はい、まあ、その辺はね、また今後ね、見てもらってね、うん、あ、これなのかとかいうのをね、してもらったらいいと思いますしね、まあ、今後もですね、いろんなちっちゃいね、挑戦をね、続けていこうと思いますのでね、そうですよ、いい切り替えがあったらね、こうでも全部お話ししていこうと思うので、はい、私と同じ悩みをね、持っている方にはね、役に立つのかなと思います。はい、あとはもうテニスですね。そうですね、もう何よりやっぱりテニスの上達っていう方がね大事なのかなと思うので、ね、今はね、そうですね、テニスの、ね、レッスンも自分の中でいろいろ変えながらやってるので、その中でまたいいものが生まれたらですね、どんどん情報配信していきますので楽しみにしておいてください、はい、ではね、2020年ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ではね、また、来年もですね、まあ、いろんな形でね、はい、情報配信していきますので、またこの動画でねお会いしましょう。はい、ではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
概要欄のテニス上達法もチェック。